ました。インフルエンザの時や他の時もワクチンとマスクを強制されたことはありません。ありません。しかし怖くないコロナウイルスはマスクとワクチン強制です。おかしいでしょう。そしてワクチンには副作用リスクがあり毒があります。ワクチンパスポートは人権侵害です。一緒に声を上げてください。ワクチンパスポートに反対していきましょう。必要があると思いますか？ないです。おかしいです。アメリカではワクチンを接種しないと入国ができない状態になっています。このワクチンパスポートを絶対やめるべきです。打つなんて個人の自由です。それを強制するのは人権侵害です。人権侵害だ。それにワクチンの副作用でどんなことが起きるか分かりません。私は中学校1年生です。クラスにはワクチンを打った人もいます。打ったクラスメートが今後どうなるかと思うと怖いです。